阪神前交差点大木町通りは大阪市内を東西に走る道路の一つ。正式名称は大阪都市計画道路大阪駅前線である。総延長が約 1.3km で道路相性名のついている大阪市内の幹線道路の中では一番距離が短い。大木町ランプ付近から梅田方面を望む区間は大阪市北区の阪神前交差点から 同区の大木町交差点までで、全線が片側2車線の4車線道路となっている。阪神前交差点から曽根崎東交差点の間には地下街ホワイティ梅田がある。待ち合わせ場所として有名な泉の広場は曽根崎東交差点の直下にある。阪神前交差点から神山交差点の間は周辺が繁華街ということもあり路上駐車などで、 車線が塞がれている場合が多く、渋滞が発生しやすい区間である。阪急前交差点、曽根崎東交差点の間に、ある大阪シティバスの大阪駅前バス停では、夜になると、バス停がタクシーで占拠され、バスがバス停に近づけなくなる。そのため乗車の際には、乗客はバス停からバスまで1車線分歩く必要があるなど、不便を強いられている。なお、 神山交差点では、西天間交差点、南波橋北詰めからの都市計画道路、本庄西天満線と交差しているが、この道路は、中崎町駅付近で宮古島通りと接続する計画がある。かなり短い期間であったが、大阪市電梅田空心町線が運行していたことも、ある。ただし、開通した区間は、 阪急前と大木橋の区間のみで、大木橋空心町間は開通することなく、廃止になった。大木橋では、天神橋筋を通る市電と接続していたものの、乗り入れてはなかった。戦後、1960年9月27日に、大阪市へトロリーバスが2号線の大阪駅前、森商事1丁目の一部として大木町通りで、運行を始めたが、 こちらもわずか9年後の1969年10月1日に廃止となった。なお、神山交差点移勢では北側に、阪急東通商店街が並行している。注釈、ありがとうございます。